今回ですね、新しく M1 の MacBook Air を購入したので、たまにはガジェット紹介っていうのもやっていこうかなと思うんですけども、早速開封していきたいと思います。結構私もインターネットの会社やり始めて10年近くになるんですけども、長年この MacBook っていうのは使ってきたんですけども、この10年の中でも一番進化したんじゃないかっていうぐらいね、今回の M1 っていうのは結構評判が良かったんですよね。 まあちょうどこれまで使ってた MacBook Pro の調子がね少し悪くなってきたんで今回買い替えということでスペースグレーのね色を購入しましたでは早速中身も開けていこうかなと思います中身は中身はこんな感じでパソコンとコードと説明書と電源になるんですけどもまあ一応こちらも開けてみましょうか まあこちらはおなじみの Apple のシールと、昔はなんか説明書もね、ほとんど説明書かれてなかったんですけども、最近の MacBook はね、解説書かれてますね。で、こちらが MacBook Air の本体なんですけども、ポートの方は USB-C が左側に2つで、右側がイヤホンジャックのみになってますね。 では開いてみますね。で、今まで私 US キーボードを使ってたんですけども、結構やっぱりね、日本語も一緒に使うってなると、どうしても使いづらくて、今回はね、普通常のキーボードの方を使うようにしました。ではちょっと動かしてみましょう。 で、今回ね、まだ使い始めたばっかりなんで、どうしてもね、その速さの体感とかってちょっと比較しづらい部分があるんですけども、一ついじってみて感じたのは、YouTube の再生の切り替わりのタイミングとかすごい速くなったなと、そういった感じしますね。 もうクリックした瞬間にもう再生が始まるっていう感じで、まあ今回から今までインテルの CPU 使ってたのが Apple 独自の CPU になったということです。表面的には全然ね変わり映えっていうのはないんですけども、中身がものすごい別物になったと言われてるようなので結構ね、楽しみにしています。 結構これを聞いてる方でインターネットビジネスやってる方もいると思うんですけども、やっぱりなんだかんだ言って私も Windows のパソコンも一緒に持ってるんですけども、この Apple の MacBook Air か MacBook Pro が一番インターネットビジネスやる上ではね、最適なんじゃないかなとお勧めしてます。やっぱり機能的には Windows の方混ざってる部分もあるんですけども、使い勝手の部分で言うと、どうしてもね、この Mac には勝てない部分があるかなって感じします。 まあ結構今まで MacBook Air 使ってきてディスプレイが薄いがゆえにね割れてしまっていることもねたびたび何回かこれまであったんで気をつけながら使っていこうかなと思います。まあ今後もねこうやって皆さんにインターネットビジネスやる上でこのパソコン使ってね皆さんにコンテンツをお届けしたいと思いますのでぜひね楽しみにしてもらえればと思います。それではまたお会いしましょう。